アタニマロ。どうもこんにちは、弁当です。全知識のまとめやっていきましょう。今回の動画ちょっと説明はめちゃくちゃ下手くそなのでザーッとやっていきます。なんで一回一回の説明で何言ってるか分かんないことがあるかもしれないんですけど、全体通してなんとなくつかめるようにはしていますので、どうぞね、それで、ご理解いただけたらと思います。じゃあ in or to for with やっていきます。 in ははみ出ない、 at ははみ出るです。なんでかというと、インっていうのは中にって意味でしょ。だから、インスターバックスって言われたら、スターバックスの絶対中じゃないとダメなんです。だから、スターバックスの前だったり、スターバックスのね、入り口の前とか、スターバックスの横とか、後ろとか、そういったものは、インスターバックスじゃないのね。で、逆に、アットっていうふうなのは、僕らがよくね、習う表現として、点ってのがありますよね。アットってのは点なんですよ。で、点ってのはなんか言っちゃうと、その Google マップ上の点なので、例えばこの辺に東京があって、ね、この東京の、スターバックスを見てるんですよっていうことであれば、なんかこんぐらいさ、なんか鼻くそみたいなでっかい点を打つじゃないですか。ね。点って言ってるくせに面積あるんですよ。この英語を説明してる人が言ってる点っていうのは面積があるんですよ。だから、スターバックスを、なんだろうな、こう、塗りつぶすだけに相当する点をぐじゅって鼻くそみたいに潰してるんですね。なので、そのスターバックスの横でもいいし、外でもいいし、ね、前でも後ろでもいいんですよ。要するにスターバックス、アットスターバックスの場合は、スターバックスははみ出てもいいんですね。っていうか、はみ出る範疇まで示してるのがアットなんですよ。いいですかね。だからまあ端的に言うと、インスターバックスっていうのはもう完全に、もうこう、厳密にスターバックスに包まれた範囲。で、アットスターバックスっていうのはそうではなくて、別にその、包まれてなくてもいいんですね。だから、スターバックス周辺の、まあある程度の範囲のことはアットスターバックスっていうんですよと。ということで、インっていうのは包まれている、囲まれている大きいものの中。アットっていうのははみ出ている。それから点、小さいものの場所。で、オンっていうのは平べったいイメージで、縦でも横でも OK。まあ、オン後でやりますよ。で、オンっていうのはもう一つね、押さえておいてほしいことがあって、接触です。だから、オンっていうのは、平べったいものに接触するっていうことなんですね。じゃあ、例えば、ね、オンザウォール。オンザウォールっていう風に言われたら、これは壁に接してますよっていう意味ですね。だから、例えば、こう、壁に時計がかかっています。ね、the clock on the wall っていう風に言いたい場合は、これね、in the wall でも at the wall でもないんですよ。この場合ね、平べったいものに接触してるんで、上っていう感じじゃないんだけれども、ね、壁にっていう時は on the wall っていう風に言うわけです。よしですかね。じゃあちょっと例文見ていきましょう。in the library ね、ライブラリーの外に出ちゃうと、それは図書館じゃないですよね。それから in the house。ハウスってのは中にいるものなので in the house ですね。で逆に at the station。ステーションっていうのは別にね、その、駅の入り口の外、外で待ってようが、例えばじゃあ駅で待ち合わせしようねっていう約束した時に、別にステーションの中にいる必要はないですよね。ステーションの外だろうが、まあ、ステーションの裏だろうが、まあ、それは、ステーションっていう全体のその、でっけえ鼻くそで塗りつぶされた範疇にいるので、ステーションってのは別に中にいる必要はないんですよ。なので、at the station の方が、一般的に使われます。で、さっきやった on the wall。で、on the street。ストリートってさ、平ったいよね。平べったいところに自分が、ね、こう接触してるっていう感じなんで、in the street っていうと、包まれてもないし、この囲まれてもないのにおかしいじゃないですか。しかもストリートを、例えば Google マップで鼻くそみたいにベーってこう、点で打とうと思ったら、すっごいでかい鼻くそをね、Google マップに置かないといけないわけで、そこまで広いものをアットではこう表現できないんですよ。だからね、インでもアットでも無理で、ってなるともう平べったいよねっていう感じでオンを使うしかないんです。ね、on the train もそうね。ね、at the train はおかしいでしょ？だってトレインの外にはみ出ていたら、それはなんか、あ、トレインの外はみ出たことあります？じゃあ皆さんね。ないでしょ？で、逆にじゃあ、in the train。in the train ってのもね、ちょっとおかしいんですよ。囲まれているとか、囲まれてるのはまあ、ギリギリ大丈夫なんですけど、包まれている。包まれてるっていう感じしますかね？優しさで包まれるとか、日の光に包まれるっていう、なんか、ああいうニュアンスありますか？ないですよね。というので、on the train に関しては、そのね、in だと、包まれてる感はないわけなんで、そうするともう、床を見た時に平べったいですね。だからもう消去法でオンという感じでいいと思います。この解釈は。で、逆に、in the car、車の中って平べったいですか？全然平べったくないですよね。車の中平べったくないし、むしろ包まれている感はあるくないですか？だから手を伸ばせばね、そのね、助手席のね、シートのところに手はつくだろうし、その、なんだろう、このドアにも手がつくだろうし、この右とか左の席に手が当たりますよね。で、そんぐらい狭い空間にいるので、包まれている感があるんですよ。だから、もう手を伸ばせばどこでも車の一部みたいな状態なので、こういうのはインになります。はい。で、これね。We arrived at the village. We arrived in the country. この二つ、何が違います？簡単に言っちゃうと、はみ出たら NG、はみ出たら OK の違いでしたね。
なんで、あっとって船のね、これ、後ろ側見てください。ちっちゃいものが来てるでしょう。ビリッジ、村。村って小さいものじゃないですか。ね、小さいものなんですよ。で、the country、これ国でしょ。大きいものなんですよ。そうすると、ちょっとね、じゃあ、アライブした時を想像してよ。アライブした時を想像してほしいんだ。そうすると、私たちがこう、アライブしましたよ、と。で、ヴィリッジってこんなもんでしょ。で、ヴィリッジってこんなもんだから、例えば、この辺に看板が立ってるんですよ。おっと。看板が立ってるんですよ。で、看板が立ってて、ここにじゃあ、私たち到着しましたよっていう風に言うときに、ここから先が村なんだけど、ここに看板立ってますね。でも、この看板の手前に自分たちが到着した時点で、自分たちはもう村に到着しましたよって言えちゃうじゃないですか。ね。例えば、A 村っていう場所があって、この中身が A 村だったとしますね。これがまあ、in A 村っていうとこね。そうすると、この辺に看板立ってるんですよ。で、この辺に私たちね、じゃあ、山田っていう一族がここに到着したわけですね。そうすると、もうね、その段階でこの、看板を見た段階で、A 村の中には確かに入ってないんだけれども、もう A 村ついちゃいましたよって言えるじゃないですか。だから、はみ出てるんだけれども、ヴィリッジ周辺にもう到着してるんで、ね、鼻くそ塗りつぶしたその範疇には入ってるわけですよ。で、次ね。In the country. In the country はこれはこれで、非常に筋が通っています。で、例えば、じゃあ、これもね、アライブ、到着っていう状態を思い浮かべますね。私たちが到着したんです。でも、行き先のカントリーっていうのは非常にでっかいんですよ。なので、どこに落っこちようが、絶対ね、そのカントリーの中に入っちゃうでしょ。だから絶対カントリーの中に包まれるし、囲まれるんですよ。で、包まれるし囲まれるので、こういうのはインザカントリーなんです。いいですか。で、じゃあ、まあ、こういう質問も来ると思います。え、オンザカントリーじゃダメなんですかと。We arrived on the country じゃダメなんですかと。まあ僕も正直、オンザカントリーって言われても違和感は感じないです。なんせネイティブじゃないので。で、なんですけど、オンザカントリーっていう風に言うと、さっき言ったように、ね、右手を伸ばしても左手を伸ばしてもトレインにはならなくて、包まれてる感も囲まれてる感もないよと。で、だから平べったいという、その殺風景な感じしかないのがオンですよ、という風に言いました。なんですけど、なんで、ここでね、インが使われてるかっていうと、We arrived in the country っていうのは、例えばじゃあ、私たち日本人ですよね。じゃあ、日本人の僕らがアメリカに行きます。そうすると、右手を伸ばしても左手を伸ばしても、アメリカの空気に手が当たってるんです。だから、私たちはその、アメリカっていう風な文化だったり、アメリカっていう雰囲気にもう飲み込まれてますよね。なので、そこに殺風景さだったり、その平べったいなーっていう感じはないんですよ。だから、そういうその殺風景な、なんだろうな、こう、味気のない、オンっていうものよりは、その私たちはアメリカっていう文化に溶け込みました、やったぜっていう感じの方がいいんだよ。だから、in the country の方がしっくりくるんですよ。よろしいですかね。ってことで、in ははみ出たら NG、out ははみ出て OK、オンは水平なものに接するっていう感じです。ということで、大丈夫ですかね。インは包まれている、囲まれている大きいものの中。アットってのははみ出ている点、小さいものの場所っていう意味なわけです。で、オンってのは平べったいイメージ、縦でも横でも OK と。で、縦でも横でも OK っていうのは別に、on the train, on the floor, on the street でもいいんだけど、on the wall もありましたよね。壁でも OK だったよね。ということです。で、まあ、より簡略化した公式っていうのがこちらで、ここがアット、ここがオン、ここがインということで、まあ、狭いものに対してはアットを使うんですよ。で、中くらいのもの、まあ、もっと言うと平べったいものに関してはオンを使うんですよ。で、大きいものに関してはインを使うんですよ。で、そういう風に押さえておいていただいてもいいと思うんだ。はい、ということで、時間で見たインオンアットをやっていきましょう。まず、インマーチ、インサマーに関しては、3月にほにゃほにゃをする。夏にほにゃほにゃをする。これ、3月からはみ出ることないでしょ。例えば3月にこれこれやってくださいっていう風に言われて、4月1日だったらそれはもう遅刻じゃないですか。で、2月28日だったら早とちりすぎですよね。だから3月にほにゃほにゃするっていうのは絶対3月3日か3月4日か3月10日か、もうどっかでやるんですよ。だから包まれている。なんで、インっていう雰囲気になるわけですね。で、それからオンマンデー、月曜日はクリスマスっていうその1日です。ここ重要。1日っていうスケジュールに常に接触してるんです。こういうのはオンなんです。接触してるから。まあただ、平面的なものかって言われるとちょっと微妙ですけどね。で、9時に〇〇をしようっていうのは絶対に9時1分とか8時59分にはみ出るでしょ？ね、45秒で何ができる？ね、何もできないよ。ね、あんな短い時間でということで、絶対9時に何々をしましょうっていうのは単なる始まりでしかないわけで、しかもその9時からはみ出ること前提じゃないですか。だから、アットなんです。はみ出るものはアット。包まれてるものはイン、はみ出ないのがインなんです。
で、ここで一応僕的な愚痴を言うと、ね、インマンデーの方が納得いくじゃんっていう話ですね。インマンデーの方が納得いくんだけど、しょうがないです。言語は生き物、覚えるが勝ち。なんで、インははみ出ない、アットははみ出る。ここまで覚えてもらったら、ここだけ覚えます。オンマンデー、オンチューズデー、オンウェンズデー、オンサーズデー、オンフライデー。これだけ覚えてください。そうしたら、オンの後ろはね、1日っていうのが来るんやなっていうのが、頭の中なんとなく入ってますから。だから、オンマイバースデーでもいいですよ。オンクリスマスデーでも大丈夫です。とにかく、オンの後ろは1日っていうのが来るんです。だから、オンマンデー、オンチューズデー、オンウェンズデー、オンサーズデー、オンフライデーって風に覚えてほしいわけですよ。いいですか？で、インマーチ、インサマーははみ出ない。アットナインははみ出る。大丈夫ですか？で、まあ、これは、これもフレーズで覚えておいてほしいんですけど、インダモーニング。インダモーニングって朝という区切りは曖昧ですよね。だから、まあ、はみ出ないっていうことです。朝にほにゃほにゃをするっていうので、ね、朝からはみ出るってちょっと難しいですね。朝からはみ出ることはないわけですよ。それから、アットナイト。まあ、アットナイトってのはこれ寝てたら一瞬じゃないですか。寝てたら一瞬なんで、で、しかも寝るっていう行為は点じゃないですか。寝るっていう行為は点で表現できますよね。ね、寝るっていう瞬間があるわけじゃないですか。だから、アットナイトと。ね、ただこれに関しては、インザナイトっていう風な表現も存在するんで、一概には言えないです。ね。だからまあ、アットだろうがインだろうがいいっていうのが結論なんですけど、ね、インザナイトだったらまあ、夜っていうのは、夜からはみ出ることはないですよね。ということです。で、まあ、アットナイトね、アットナイトってまあ、はみ出るっちゃはみ出るじゃないですか。だって、寝てたら朝にはみ出ますよね。し、夜ってのは一瞬なんですよ。だから、点で表現できるんですね。いいですか？アットナイトについて説明は2つです。寝てたら朝になるんです。ね、朝にはみ出るんです。朝にはみ出る。朝にはみ出る。それから、一瞬でしょ？一瞬なんです。で、一瞬だからこそ、点で表現できるんです。点で表現できるんです。だから、体感時間としては、ね、朝、昼、夜、朝なんですよ。ね、体感時間がもうめっちゃ短いんで、この辺は、面積はありますけど、鼻くそみたいな点で塗りつぶせるんですね。はい。なんですけど、まあ、そんなこと言ってるとこじつけになっちゃうので、in the morning とアットナイトは覚えてください。それから we'll have a meeting on December 14th、December 14th っていうのは1日ですよね。 on の後ろは1日の単位で、 I had a great time on my birthday、ね、my birthday っていうのも1日ですよね。なので on プラス1日単位ということになります。それから on Christmas day、 大丈夫ですか？ on の後ろは1日単位。それから on a sunny day、春の日にっていうのも1日単位ですね。で、それから、early, the middle of late. この辺やっていきましょう。early とか late っていうのは単純な形容詞として捉えてほしいので、上旬、中旬、下旬を示すときは、early November, 形容詞名詞ね、beautiful flower みたいな感じでやってくれればいいわけですよ。beautiful flower とかね、cute girl みたいな感じで作ってくれればいいんです。だから、early November, late May って感じになります。で、中間を示す表現は、ちょっと形容詞が煩雑になるんですね。で、むしろ名詞の方が表現しやすいということで、〇〇月のその中間にってなります。その中間ってのは、the middle。the middle。ですか？これ、in the middle of July。ってことで、July の the middle の中ですよ。July の the middle の中ですよ。ということになります。まあ、この表現は押さえておくといいでしょうね。で、その他、まあ、こんな感じです。We got married in, 2000, まあ、年を表す表現に利用可能と。で、それから、this で始まる時の副詞は前置詞ないです。in this morning とか、at this year とか、ダメですよ。だから、まあ、ごめんなさい。this morning, this year, this week っていうフレーズで覚えておけばいいと思いますね。this morning, this year, this week。もう一回言います。this morning, this year, this week。this morning, this year, this week。this morning, this year, this week。大丈夫ですか？ということで、ここからは2と4の話になります。はい。2は空振り不可、4はソロプレイ可能ということなんですが、まあ、ここでは、4はソロプレイ可能。ここだけ覚えよう。そうすると、I will buy Tom a present. I will give Tom a present. buy, 買うっていうのはソロプレイ可能ですね。一人でコンビニ行けますね。でも、例えば、あげるっていうのは、一人であげるはおかしいですね。誰かに、あげないといけないじゃないですか。他動詞ですよね。だから、まあ、他動詞は、バイも他動詞なんですけど、誰かにあげるわけです。だから、ソロプレイ不可能ですね。あげるっていうのは、二人以上専用の動詞です。ということで、I will buy a present for Tom。buy っていうのはソロプレイ可能なんで、for が使われています。で、それから、give っていう風なのはソロプレイが不可能なんで、to が使われている。ちゃんと説明します。私はトムにプレゼントを買うつもりだ。私はトムにプレゼントをあげるつもりだ。ということで、for と to の違いがあります。
で、ちょっと4と2の違い、一覧にしてみますね。そうするとこの辺見てください。4というのは間接的、2というのは直接的。4はソロプレイ可能2人以上専用、目的同化関係を示す到着運命、到着点、最終的な運命、方向性矢印。まあ、方向性矢印、これで押さえておきましょうか。方向性っていうのはだから、何か経由してもいいんですよ。何かを経由してもいいし、経由しなくてもいいんだけど、とにかくこの辺、この辺っていう感じです。で、逆に2っていうのはもう明確な矢印なんです。絶対こっちっていう。ね、なので2は直接的なんです。何か媒介するわけでもないんですよ。で、だからこそ2人以上専用であることが多いです。ここからここと、例えば送るっていう、センドっていう動詞ね。送るっていうのはソロプレイできませんよね。ソロプレイで何かを送るとそれは空振りになっちゃいます。例えばあげるもそうね。あげる、ギブ、ギブっていう風なのも空振りになっちゃいますね。ソロプレイになっちゃうと。で、2人以上専用なんです。だからこそ直接的なんです。はい。で、それもっと最終的な運命ってここに書いてると思うんですけど、結局だから例えばプレゼントをボブにあげるっていうのは、ボブがそのプレゼントに対する最終的な運命ですよね。プレゼントの最終的な運命はトムに、ボブのところに行くことなんですよ。だから、最終的な運命を示すのが2で、4ってのは例えばね、さっきやったように、何か買いますよとトムにね、トムにプレゼント買いますよってのは、プレゼント買った段階では頭の中に浮かんでる程度でしょ、トムが。で、逆に、じゃあ例えばプレゼントをあげる段階でどうなってるか。プレゼントをあげる段階ではトムが目の前にいるんですよ。その違いがありますね。ということで、まあ4は 2画面必要、相手が不必要、まあ、ちょっとこの辺はいいんですけど、とにかく2っていう風なのはソロプレイできないんです。2人以上専用なんです。だから簡単に言うよ、4は拍手です。4は拍手で、2は握手です。簡単に言うとね。だから拍手ってソロプレイできるでしょ、握手って2人以上専用でしょ、その違いです。で、握手ってのは直接的に相手をどうにかすることで、拍手ってのは間接的じゃないですか。何か媒介してもいいわけです。はい。ということで、ちょっとやってみましょうか。 I will buy a present for Tom、私はトムにプレゼントを買うつもりだ。 I will give a present to Tom、ね、こういうことです。で、そうすると4とか2の違いに関しては buy と give、 動詞の形で決まるんですよ。もう一回、4とか2、どっちを使うかっていうのは、動詞の形によるんですよ。そうすると、これ見てください。ね。そうすると、ね、buy とかっていうのはこれ、2つの画面が必要ですね。2つ画面が必要。まあ、もう2つ画面が必要とかは、まあ別にいいです。わかりにくいので。buy は人に対して間接的な行為で、その段階ではトムが頭に浮かんできている程度。buy 自体はソロプレイできて方向性を表すに過ぎないので、4になります。2はその全く逆です。ギブってのは人に対して直接的な行為で、その段階ではトムがもう目の前にいます。それから2、2じゃないや、ギブってのは、2人以上専用の動作なので、まあ矢印、厳密な矢印になるので2ということになります。大丈夫ですか。ということで、センド、送るだったら2になるし、セーターを作るだったら、セーターを作りましたよだったらね、セーターを作った段階ではあなたのことが頭に浮かんできている程度。それから拍手と一緒ですね。一人でできるんですよ、メイクっていうのは。だから、4になるわけです。まあもうちょっと言うと、2が直接的、4が間接的って押さえとってくれればいいわけですね。はい、いいですか。で、2が直接的、4が間接的なので、2に関しては到着点、最終的な運命ね。それから相手が必要なんです。特定の行き先が必要なんです。そうするとね、2と4を見てください。I will go to the station ね。直接的な行き先が必要でしょ？だから2なんです。I will go to Australia。これも絶対2でしょ？で、一応 leave の説明したいんですけど、leave ってのは置いていくっていうね。マイアンブレラから立ち去るってことです。で、私の傘から自分の身を立ち去ると、マイアンブレラをね、駅に置いてきたって意味になりますよね。立ち去るって意味です。マイアンブレラから立ち去る。ジャパンから立ち去る。だから、A leave A だったら A から立ち去るってことなんです。ね。なんで、私はアンブレラを置いてきましたよと。私は日本を置いてきましたよと。日本を置いてきたってどういうことかっていうと、まあ日本を去るってことですね。まあ一応現在形ですけど。で、今度、I leave for Korea。これはコリアに行くっていう意味ですからね。だから一応、イラスト化すると、ね、イラスト化すると、一応こっち A とします。これジャパンね。そうすると、こっちが A です。ジャパンから去っていってるので。で、leave for Korea っていうのは、コリアに行ってるんですよ。コリアに、コリアに行ってるんですよ。これ B ね。これ B ね。はい。で、見てください。leave for
ね、これ2じゃないんですかっていうふうに言われるんだけど、これ別に特定の行き先は不必要なんですね。ね、え、何言ってんだ？ああ、これ、ごめんなさい。ちょっと逆ですね。相手が必要なんです。相手が必要なんです。で、こっちが相手が不必要なんです。ね、for が使われている理由っていうのは、この、ね、去るっていう表現に、コリアに向かって去る、出発するっていう表現に、相手は不必要なんですよ。要するに、別にコリアじゃなくていいんですよ。ね、日本を去れればいいので。という感じかな。まあ、to の方が直接的で、for ってのは間接的。で、for は間接的だからこそ、その、コリアにね、旅立つ必要はなくて、では別に目的地を示す必要はないです。とにかく僕は移動したんですよ。僕は出発したんですよ。僕は旅立ったんですよ。ってことだけ言えればいいので、別にコリアだろうが、チャイナだろうが、アメリカだろうが、ヨーロッパだろうが何でもいいんです。だから for になるんです。だからその leave ってのは別にコリアっていう国がなかったとしても、別の国がなかったとしても、その、できるんですね。で、まあ、そこまで言ってもちょっとね、なかなか難しいと思います。leave for とかね、そういうものに関しては。ということで、leave for。それから make for。一応押さえておいてください。leave for A で A に出発する。make for A で A に向かうです。ノートを取っている方は、手で書いてください。leave for は何 A に出発する。make for A は A に向かうです。で、そうすると、矢印というよりは方向性というニュアンスを示すんですよ。だからまあニュアンス問題なんですが、この場合は for になります。leave to A にはならないです。で、make to A にもならないです。だから向かうというか出発するというか、なんかその移動に目が向いているので、この場合は4になるわけですね。まああんまりここでロジックは生きてきません。なのでこの辺でね、押さえてください。じゃあまとめます。インははみ出たらダメ、オンは平べったいものに接する、アットははみ出て OK、トゥーは矢印、フォーは方向性、トゥーは直接的、フォーは直接的でなく間接的ということになります。じゃあ終わりましょう。